そうそう、吉谷さん、ビメオですよ。ビメオね。これね、私が初めてね、あ、これいいなと思ったのが、与沢翼さんの FX のスクールに入った時に、YouTube じゃなくてね、それまではずっと YouTube でコンテンツを送られてきたんですけども、その GWBS に参加した時にね、初めてこのビメオっていうやつが、ドーンと入ってきて、お、これかなり使えるじゃん、とか思ったんですよ。画像も鮮明ですしね。で、確かにこれ有料プランなんで、有料プランを解約すると、その動画ってのは一気になくなってしまうんですよね。だからこういうことなんじゃないかなと思います。一旦ビメオをやっちゃうと、そのサービスが今度ね、やめたくてもやめれないのかなっていうところです。ただし、もう期間限定で、例えば2025年の8月まではこの動画はいくらでも見れますよって、それ以降はサポートしてませんっていうことにすると、まあ、お尻が決まるんで、そんなにね、無限に毎月課金が続くわけではないかなっていうところですよね。それまでにね、動画ダウンロードして、各自でホールドしておけばいいって話になりますからね。まあでも、吉谷さんの場合は、60歳までサポートするってことなんで、少なくとも60歳までは、毎月5000円の課金、年間で、最低でも6万円ですか。で、これあと十数年ですから、まあ、60万、100万ぐらい。まあでも、全然いいですね、それはね。うん、100万ぐらいのコスト。そんなね、これから十数年、20年弱で、100万のコストって言ったら、むちゃくちゃ安いですね。いや、私、毎月100万の赤字を出していた麻雀店のオーナーですからね。経費が毎月400万とか500万、一つの店舗にかかってたわけですから。それ考えると、人を雇うわけでもない、新しい機材が毎月必要なわけでもない、集客にお金をかけてるわけでもない、微妙に5000円、全然いいですね。いってらっしゃい。